27日、宮舘さんとの共演千秋楽、格別の日、市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて、一本一本歌舞伎に関わる方の動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが1月26日、自身のブログを更新、28日、千秋楽について綴られたので、ご紹介いたします。團十郎さんは、おはようございます、と題して、明日は千秋楽です。少し寂しくもあり、達成感もあるのかな。それはまた明日。今日も多くの方々が幸せで、愛を感じ楽しめる最高の一日でありますように、と記し。さらに夕方、今日の舞台終わりました。と題して、今日は2件のメンテナンスへ、明日2回公演にて、泣いても笑っても千秋楽です。私にとっては10月31日の團十郎襲名の手打ち式よりの流れからです。格別な日でもあります。行ってきます、と宮舘涼太さんと共演した新春歌舞伎公演の千秋楽を格別な日と綴った。この投稿にファンの方からは、明日が千秋楽だなんて時間が早すぎるのは早いですよね。無事に終わりますように。團十郎白猿様は毎日初日の心でお勤めされて、一日一日の積み重ねで3ヶ月、本当にお疲れ様でした。いよいよ明日が千秋楽ですね。どうか最後までご盛況で無事に終了できますように、今日もお祈り申し上げ、お祈りいたします。と温かいコメントが寄せられていました。本当にですね、明日が千秋楽です。いよいよ千秋楽、格別です。市川團十郎白猿。